OK。 皆さんこんにちは。私たち元気激安大特価大黒ドラッグのイメージガールズユニットリーディープリンセスです。間違えた。リーディープリンセスのユニット A です。イエーイ。はい、今日はユニット A からさくらとトコとトモムでお送りします。はい、最初はやっぱ自己紹介から。そうですね、いつもやってるやつで。はい、やろう。はい、今日もやる気全開笑顔満開で頑張ります。 DDP のナンバーワンフレンドリーガールさくらです。よろしくお願いします。これずっと持ってない。イエーイ。変わります。これ結構疲れるよ。確かに腕使うから。はい、大好きな人に構ってほしい DD プリンセス1のこまちちゃんとーこです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ブンブンともむよろしく。 DD プリンセスの特攻隊長ともむです。お願いします。イエーイ。でんで、はい、私たち3人はですね DD プリンセス東京の中でユニット A というユニットに入れさせてもらってるんですが、はい、もう1個ユニット B というね、うん、グループがありまして、ちょっとねユニット B がさっきチームワーク。あ、いやそれはならなくてもいい。あ、そっか、300見えるからまあ大体わかる。でもこっちから来たら逆ですけど、使い方がね、まあ、でもこれ難しいと思うんだよ、ね、難しいのか。でもなんかどこ持っててもわかんないから。確かになんか気抜けないじゃん。全部映ってるっていう。今日はこの360度カメラを使って、はい、先ほどのユニット B のライブのね、はい、魅力とか感想をやりたいと伝えていきたいと思います。イエーイ。はい、どうでしたか。いやなんかもうなんかフレッシュ、うん、確かになんかまだ元気をもらえるなって思います、うん、見ててこっちが笑顔になってくる感じ。けどなんだろう、こうよくよく個人個人を見ると、うん、ってとこがちょっとある、うん、そうなんかその元気さが押されてるけど、よく細かく見るとこの子ここちょっと、うん、なんかこれこうだなみたいなねとこがあったので、それチームワークだよね。なんかみんなで確かに確かにまとまっててウェイウェイやってるから、うん、それで一個みたいな、うんうんうん、まあ、そこをもうあえてその掘り下げていこうという。そうですね、ちょっと個人個人をね、そうちょっと嫌な先輩ですね。怖いよ。ちょっといじってってやろうと思います。はい、じゃあなんか誰が一番あれでした、印象的というか一番なんかいやこれやべえだろみたいな。いや私はいや、ま、それぞれまあいろいろ何個かあったんですけど、うん、結構あるよでも意外となんか誰がというよりもう誰のどこがあってもピンポイントでどっか、うんうんうん、なんかある方はちょっと再現を。誰だろうな。じゃあはい、はい、じゃあまずトウコさんから。でもあのメンバーでルカっていう子がいたんですけど、クイシ、はい、なんだっけ、ドルコクイシンボ、ニコニコクイシンボのルカっていうのがいるんですけど、うん、はい、まあ、ルカはですね、まあ、あんまり、まあ、ステージに慣れてないのかわかんないんですけど、うん、でもなんか一生懸命やろうっていう気持ちがある、うん、なんだけど歌そのね結構周りをっていうのとっていうのとあと全く誰も歌ってない感想の時にでそれめっちゃ思っためっちゃ思ったしかもマイクの持ち方もこうじゃこっちかこうじゃなくてちゃんとあの声を拾ってもらおうっていうことでここにこうやって当ててる感想で。そうで誰も歌ってない、特に歌うところでもないのにこうやってめっちゃ笑顔笑顔翼あそこ違うみたいな感じでこうやっておろかっためっちゃ思いました。それそれかそれしかもなるほど、人が歌ってるのを撮ってるっていう、うん、私も歌ってます顔すごい出してるけど全く歌ってない。あのスマイルでやるんですよ。そういう可愛いから許しちゃうからね。あのルカもう一個あって、さっきセカハピじゃないや、セカハピか、うん、セカハピじゃないですか。うんうん、あるね。で、ようやくでっかいお空が教えてくれたのはいいじゃないですか。うん、今私が死ぬ。何これ。何これ。で、それでみんなで笑ってて、歌ってるのに死なきゃ。そうそう。マイクみたいな逆ルカ見てて、ルカそれ違うわとか隣で鼻用同じように言ってた。鼻用同じようにこうやって振りはね、正しくはこうなんですね。横癖が強い。じゃあルカでもう一個ネタを見るか。ちょうどこの中であのサプリナで最初こうね、うん、後ろを向いてるんですけど、うん、さあサプリナ踊りながらキスプラッシュでカーニバーの後
サーマーサープリなんて言いながらこうね、こうみんなで前に歩いていくとき、うんうんね、みんなあれさあ踊りな元気スプラッシュでカーニバーカーニバーサーマーみたいな感じでみんなこう可愛く歩いていく中、一人だけ見た目に、反してとってもガニ股でかつ、ヒップホップ調だったルカさあ踊りな元気スプラッシュでカーニバーサーマーサプリなあなたのハートにサプリメントすごい可愛いのになんかここだけヒップホップ調、一人だけのルカちょっともう疲れたもんちょっとねルカネタたくそんなになかったけど一番私がネタを感じたのは、うん、ルカだね。いやルカ私花代が一番多かった。花代一番あった。花代絶対あった。花代もネタに結構あると思うんでみんな一個ずつなんかどこどこのなんとかのこうみたいな感じでちょっとタイトル言ってからちょっと発表していきません。花代はすごい頑張ってるんだけど、うん、すげえ頑張って歌ってるんだけどマイクがここ声入らないから声入らないからここすごい笑顔でわかるしかもたまにって顔するやつあはい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 世界一ハッピーな女の子で、うん、めちゃすわーただーとか言ってみんな一番可愛いポーズをして、うん、アイドルらしさをアピールするところで、うんうんねうん、なぜか顔を隠してしまう花よ目指すわただ同じだ思って毎回目指すわただもったいない。あと、アイドルステップをするときに、うん、なぜか必要以上に足を横にしてしまう花よ普通のアイドルステップあじゃあじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃん花よのアイドルステップあ足がこっちにしかもちょっと髪の毛激しめって青いから目立つんだよな髪がしかも細いから余計なん か, か, よなんか動きが硬く感じられる。そうですね、そうですね。じゃあ1個めっちゃあるんですよ花屋の、うん、何何何あの花屋が最初の翼で、うん、目覚ましが鳴る相変わらずどうぞそういうこと間違えるよ間違え。それで間違えてあ可愛いなと思ってて最後までずっと見てたら最後オタクが超可愛い超可愛いやっぱり花火はちょこれでみたいなずっとめっちゃ面白い。間違えたのに可愛い一番コールをもらう花よ可愛かった花よからの、ね、サプリナの時の、うん濃いめのサングラスで、うん、って結構長めのソロパート、うん、せっかくのソロパート、うん、なぜかとっても全部泣きそうな声の花よ、うん、濃いめのサングラスでサングラス目線これはディスってると思います。どこさんどう思いますか。いやこれはディスってると思う。ずっと泣きそうな声 で花よは大体そんなもん。花よ花よねなぜか泣きそうな花よマイクを向けた花よ花よ違うよ花よ頼んでくださいおはよういやおやすみおやすみおやすみおはようおやすみおはようおはよう、はい、リリープリンセスのマミでおめでとう一番似てる一番似てるすみません、トウコさんが一番似てますね似てるプロだわ、はいプロじゃ花よからの、うん、からの誰だ未来がやばかったんですよ。私一個さくらと似てるところ見つけたの。え花よなんでしょう。さくらと未来が似てるところ。さくらって結構ごっつい感じで一等賞目指しててこうじゃん、うん、指がね曲がっちゃう癖があるんですよ。そうそうそう曲がっちゃう癖があってでどこだっけななんかピースあサプリナかなピースするところラッシュでカーニバルってあるところが、うん元気する。分かった。狙ってんなと思って。両方手首緩いんだと思う。緩い。なんかなんだろう。やっぱあやっぱ似た者同士似るんだなって思って。だって普通にこうやってるだけなのにこうならないですよ。普通。みたいな。元気スープ。いや逆にここ釣りそう。多分本人は自覚ないんですよね。やっぱそういうのあやっぱ KY ってそういうなんだなと思って。ちょっとずれてるみたいなね。びっくりしちゃった。あと未来で言うと、うん、なんか結構ずっとイエーイとか言って盛り上げようと頑張ってるんだけど、うん、よく見るとすごい振りが雑な翼の
サビ花びら舞い踊る今始まるドキドキしてキレキレしてまた一つおいえおいえおいえのあたりも、うん、私の叫ぼうあーイエーどこまでもとあれどこだっけその前かなどこやねん花びら舞い踊る今始まるドキドキしてキレキレしてまた一つないじゃん。まあ、やり直すまあ。でもあの未来とルカなんだけど、そのサプライズの時に5人全員前に出てきたんだけど、うん、すごい未来が結構真ん中に寄ってて、あ寄ってきてましたね。寄っててルカがこう前に行きたいけど行けないけど私言った。うん。けどこう謙虚と思って。かわいい。ちょっと私歌ってますみたいな。いやその時のでもちょっと間行けないから後ろ探します。その時の未来がやばかったんですか。おおおどうすればいいのかおおお自由でいいじゃん。あ違う2番目だ。そうちょっとテンパってがおおおでルカが私奥手なの行きたい行けない私奥手なのからの未来がおおお好きだと言って丸かぶりマジで丸かぶり、ま、か頑張ってる感は出てるんだけど横見てと思ってやっぱ KY って KY だね。好きだとやっぱこれもそうですか。アピールしたかったんですよね。そう気持ちはわかる。未来はなんかある。今のです未来。あ今の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 被ったのが未来。好きだと言ってルカに被ってきたのが未来です。あの思ったよりあずきさんが普通だったっていうね。意外と普通だ、ね。意外と普通だった。ただあのやっぱりなんだろう。全力汗だく全力みたいな感じでやってるから、うん、でもやっぱり、うん、サプリナのサビで一人だけ振り、うん、顔の振りが うるさい。あの顔あ踊りな元気スプラッシュでカーニバーサーマーサプリナ一人だけ顔の振りがうるさいビーナスでその後のあずきのチャン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 どうやら分かったあ、はい、あともう一個あの翼の落ちサビで、うん大好きな桃色クローバー Z の桃田かな子ちゃんにちょっと意識してるんだろうなっていうのがモロバレの歌い方のビーンアズ、うん、笑われた夢今をときめく人たちは全然伝わらないじゃないですか。わかんない伝わらないから伝わらなかったかちょっとあずきくん言っていいのかわかんないけど言っちゃいましょう言っちゃいましょう。あずきがちょっとあのねここのちょっとねいろいろあるんですけど女の子の処理じゃなくてダメじゃんそれは結構大事なんですけどちょっと今日おろそかになってしまったあずきが、うん、気にしてるところいやでもそっとらしいですよ。あそなんだっけいや出番前にお仕置きを、なんか全力で腕上げれないっていう話を、うん、してた後のライブのあずきさん、うんあい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 そこやってたけど、はい、ちょっとこうあの前の方で指をあの手を上げるときにあ、はい、やばい気づかなかった。でもその後のあずき裏返ってきてあ汗拭かなきゃ汗拭いてあ脇外から痛いしみる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 ぶっぱいかなきゃこれ忙しいアイドルらしからぬ言動ねやばいこれはやばいねやっぱね一番最後に残ってしまったのりこいやのりこのりこも意外とあるおのりこのりこは結構見つけるの難しかったのりこは結構、うん、あの DD プリンセス1の大和なでしこって名乗ってて、うん、やっぱの名乗ってるだけあって、うん 冷静ですね、あの冷静だし止まるときに、うん、あーおしとやかかわいい一番最後かわいい。わかりますわかります。すごいうなずく。でなんかうなずいてるけど目がない。花よとはまた違った。花よ。花よとは違う。花よは違うんだよ。のりこは花よ。のりこの MC の時、うん、なんかみんな、うん、なんか未来がフューチャーガール未来ですしかも未来ずっと手ここ固定なんですよ、うん、で18時からやってるんですけどうちのレストランここに机がいっぱい並んであってどこどこここかなってどこかなってなってみんななんか この辺花代とかはここら辺に机がいっぱいあってなずきもうんうんうんそうだよねそうだよねって言ってゆかもいつも笑顔でのりこただ聞いてるだけ参加しない。そうなんですよ。何？なんか地味になんかですよね。で一歩前に出て言って
下がって私大和なでしこだもんっていうなんかそのアピールをしてるのりこはいつも可愛い個性豊かだな本当に個性豊かですね、じゃあなんかいっぱい今出ましたけど、うん、じゃあ最後にこのユニット B の特徴となんか何かをコラボさせたら面白いかなと思うんですけど、例えば今流行ってる先輩ラップはポペと DD プリンセスユニット B がコラボしたらっていうのをやって締めたいと思います、うんうん、最初やっていい？ I have a pen, I have a apple やっていいのところ、うん、そこもできる、それえ、ね、全部なんか誰かに絞る、あ、まあ、私がやって面白そうだなって思ったのはやっぱ花代じゃない、花代、花代、花代がやろうとしてました今、うん、みんな多分花代か、花代と誰がいいかな、ルカのマイク、あ、でもルカ、あ、じゃあ私あずきさんやります、あずきさんがやろうやるであるだろう、花代先輩の、どこの花代、誰やろ、誰やろ、どこの花代やればいいの、あ、じゃあペン、アイハバペン、アイハバアポをアポペン、いやこれめっちゃやりたかったの、え、でも私も、あ、そこの、あ、じゃあアポペン、パイナポペン、おペン、パイナポ、アポペンをやってもらっていいですか、私ね、一回も聞いたことないんだよね、え、やばいぞこれは、やばいぞこれは、いきなりパターンだぞ、じゃあ一回普通に復習しましょう、やろう、普通にやるじゃん、普通にやると、うん、せーの、アイハバペン、アイハバナポ、うん、アポペン、 I have a pen, I have pineapple, oh, pineapple pen, アポペン、パイナポペン、ペン、パイナポ、アポペン、以上です、その最後のアポペン、パイナポペン、うん、うん、ペン、パイナポ、アポペンってところをやってほしいです、何が面白いの、いや、それは置いといて、それを花用で全力でやってください。花用のモノマネをするってこと？花用のモノマネをしながらの、そうで私はあずき、あずきやるんでしょ？え、じゃいいじゃん、さっきのルカで。花用でいい？動きはる、動きルカで。あの笑顔できないんだよね。難しいんだよね。あ、最初、トーコさん持っててもらって、うん、私が終わったら、あの、もらいます、カメラを。どっちから、私から、じゃあ、トモム、サクラ、トーコさん。3、2、1。いや、入りにくいと思う。いや、なんかどうやって入るの？入りにくい。タッ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 。I have a pen. I have an apple. Oh, apple pen. I have a pen. I have a pen. 世界は、ビーン、ビーン。お前さ、世界はマジ。はい、どうもお願いします。せこいわ。いや、でかいよ、それ。負けた、負けた、ルカ変えたい、ルカ変えたい。いや、じゃあ、もう一回。もう取っちゃった。大丈夫。やり直し聞くよ。いくよ。これ一本撮りなんだけど。皆さん、今、手、もう見なかったことにしてくださいね。はい。今のダメ。ちょっとね。声もルカっぽくやったらいい。かわいいさみたいな。足玉になっちゃうんだよね。ああ、でもルカってそんな感じはない。足玉でいいですか？子供っぽい感じで。足玉でいきますね、じゃあ。足玉な風のルカ。うん。オッケー。これどうやって乗ってればいい？ちゃ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 からのビンビンとかビンビンってやんないのさっきもやったんで今のくっつけてください、アポペン、パイナポペン、うん、ペン、パイナポ、アポペンで、花屋で、難しいね、花屋どこでやればいいかな、あのさっきの花屋の声でやっちゃうといいと思います、アポペン、アポペン、アポペン、パイナポペン、うん、ペン、パイナポ、アポペン、難しくない、言える花よ、言えます、言えなそうです、それも含めて、それも含めてお願いします、あー、ジャーペン、あー、ラペン、ラペン、あー、ペンペン、ずるい、面白いよ、はい、ということで以上、私たち元気激アス大調査大黒ザラックなイメージがあるジェニット、DD プリンセス、ユニット A でした。バイバーイ。